ない。こっちにね、踏み切りがあるの。おお。そこがあまりにも自殺が多すぎて、はい、異例と作られちゃって。ああ。でそこで、はい、あの女が出るっていうのが、おそらくだけど、あっちで出る幽霊が、はい、こっちにも影響して出てるような気がするんだよね。ああ。キュウちゃんもう見て分かった。これ相当有名だからね。結構有名。ここは見て分かっちゃう人は分かると思う。ああ、もうま。でももうめちゃくちゃ有名だもん。確かに。あ、ひめひめさん、あれ、お帰りなさいませ。結構画質良くなったでしょ、やっぱり YouTube の方が。だ YouTube のデメリットって言ったら通知が来ないんですよね、なんか。あれ、別な、もうチャンネル登録者数が1000人以上じゃないとあれなんで。あ、綺麗だよ。あ、了解です。アニメスもいらっしゃいませ。どしどしコメントしてください。ここね、やべ、できなかったって。人の顔あった、あったん。線香の、線香の中に、中にしますよね。なんかしてるね。しますね。なんだこの匂い。なんだろう。線香も。なんかするよね。なんかしますね。なんか線香みたいな匂い。ああ、山さんか。なんか足音するみたいなするなと思ったら、いや絶対これ線香みたいな、なんか火薬っていうか、なんか火薬みたいにしますよ、なんか匂いするよね。火薬ですね、これ火薬だよ。なんだ、なんでこんなとこに花火やってるわけでもないし、火薬ってか火薬の匂いがする。いや、なんで火薬の匂いがするの。あ、でもこっち来たな、これだな。あっちなんですね。なんでここだけ火薬の匂いするの。多分山田さんいるあたりですね。大和さんの色あたりからなんか火薬の匂いがしたんですよ。分かんないか、まあちょっとあれですけど、ちょっとまあこんな感じで、そこら辺あたりから火薬の匂いがしたんですよ。どうしたの、大和さん、なんか映ったのかな。やべ、頭痛い、こっち来ると。ところどころ電気消えてますね。いると思いますよ、ここ。なんか顔、あれ、なんか顔がなんか映ったとかみたいな。いや、ここすごいらしいよ、顔とか。特にあの2個目のトンネルはもう尋常じゃないみたいな。いますね、姫さん。ちょっと散歩だ。バイカーとかね、同じこと言うんですけど、ナンバープレートにしたらまずいんでね。どうするか、これでもトンネルが、はい、片側に3個ずつあるから、はい、計6個あって。あ、計6個もあるんですか。計6個、こっちの逆側にも1個あるし。あ、で、一応どのトンネルもヤバいって言われてるんだけど、はい、特にヤバいって言われるのがここの動線の2個目のトンネル、はい、ちょうどやっぱり火葬場の真上、はい、であともう1個、もう1個はちょっとね、言っちゃうとバレちゃうんだけど、あ、まあまとまりあえず
なんか有名なお墓がある。あそれが多分影響してて。おんあバイク通りましたね、ひめさん。ゆうさんのスタイルが素敵。スタイルが素敵ってどういうこと？よかったです。どういうこと？ヤマトさんの方で映ってた俺が。俺今タイ君と並んで歩いてる。並んで歩いてますね。うん、スタイルって笑って。ヤマトさん。俺を見たいんだったらヤマトさんの中継行ってください。確かにそうなりますね。伊藤君と俺を見確かに言っちゃいました。いやんだ渡っちゃいますか。あ、車来てます。あ、バイク来てます。ちょっと下向けます。いやでもそっちの方が不気味だな。すげえ。俺一回こっちでね白い影が見てる。あなんかやばそう。不気味さはこっちの方が不気味かもしれない。いやーべえな。なんかもうなんだろう、このもう画面で見るのと画面で見るとすっげー怖さがあるな。ん？どうしました姫さん。上に上がっていく階段が横に、はい、まあ、さっき見たと思うんだけど、はい、そこから上がっていくと井戸があって、その井戸は男の子を落ちて死んでるの。うわ、その井戸は未だに残ってる。あじゃあそこもあれですね、あれ行かないとですね。ただもうすげえ暗い。あんあやばいって、んやばいって、んどうし何がどうここから。うわーなんかムードあるな。すげえ画面越しで見るとこっちもでもムードあんのに。こっちのが弱。ああ、あやべ、来た。え、このトンネル結構ね、このトンネルはやばいみたいですよ。あね、最強あのなんだっけ、最強のあのなんだっけ、心霊スポットだっけ、それにあれ三線だっけ、なんかその3位に入ってるみたいですよ。ここは結構有名な心霊スポットみたいです。多分この場所はもう分かる人はもう分かっちゃいますよ。ここは結構なんかそんな結構有名みたいなんで。ん？ああ、わからない。結構でもね、定点とかしてると結構やばいんですか。今はこうまだこういう感じか歩いてますけど、定点したら結構やばいと思いますよ。結構ここは頭痛とか気をあれですよ、注意ですよ。霊感が強い人はもう特に頭痛とか注意ですね。
この俺がなんか今ここにキュッと来た瞬間ピッて頭がなんかちょっとぶつぬぶつぬじゃないけどなんか痛くなったんですよ。おお霊感ないよ。いやー、霊感はね、わかんないっすよ。もういきなりドバーンと開いちゃうかもしれませんよ。霊感あれ、霊感もね、ないない言っててもね、勝手についちゃう時ありますからね。どうしますか？何やかんやけど、もう4分くらいだったんだ。もうそんなにいるんですか？俺最初つけてたんだ。あー、そういうことか。ん？そうなんですよ。俺もね、最初ね、なかったんですけど、ちょっと、やばいような最近してきたんですよ。え？女の声しない？あ、してるしてるしてる。え？何？住宅なの？え？何？女の声してる、女の声。女の声してますよ。しかも今、現在も聞こえてる。そうそうそう。え、なんか、なんだろう。なんか女のなんかちょっと女の声がずっとしてるよ。そう行為してるんで、聞こえませんでした？聞こえないですかね、なんかあれ、姫さん。いや、なんか女の声今はあれですけど、さっきしてましたよ。聞こえました？ヤマトさん、車気をつけてください。車気をつけてください。とりあえず車気をつけないと。そう、ここは結構危ないから。聞こえますよね。なんだったんだろう。すげえ。なんかしてましたよね。もうがっつり今のは絶対もう姫さんも聞こえたってるんで。でもこれどっからなんみたいな。でも住宅の方なんか上行ったら嫌な予感する。なんか本当嫌な予感がするんですよ。あ、ちょっと、しかもなんかすごい YouTube ピンボケ。なんだろう。逃げ寒さ。俺もさ、山本さん、さっきあれ女の声が聞こえたんですよ。女の声が結構聞こえたんですよ。さっきそこのトンネル人渡りましたよ。黒い影が。マジ？肉眼でも見えましたよ。右からあの左へ斜め横断で。え、それ、え、その後、その人どうなんですか、その後。見えない。黒い影が右から左へピュッと渡ったの。いいじゃん、あれじゃないですか。だから俺思わず止まって見ちゃったんで、と。なんか俺も嫌な予感するんですけど、なんかもう。叫んでみよう。え、マジか。あのここ住宅街なんでちょっと静かに行かないと通報されちゃうんで。誰か歩いてる。え？歩いてた。誰も歩いてない。誰も歩いてないよ。山さん、分かったりしてるけど気をつけてね。惹かれないようにだけ。そう、あ、そうなの。黒いものは良くないから離れた方がいい。あー、でも確かにそう言いますもんね。黒いものはた、悪いって。こっちピントが全然合わない。なんで？俺もさっき一回ピント合わなかった。いきなり怖い思いしていいですか？今ラップを今気づけませんでした？ゆうさん、なんかガチってなってない？ちょっとすいません、なんかダメかな。ちょっと、戻った。どこに？怖い思いしに行きましょう。ここす、行きましょう。これがあのみんな有名な新スポーツ校。うん、そうなんですよ。みんなが姫さん行くんですよ。行きましょう。ワクワク。ここ上がって、ここ上がってって上に行くと、はい、
何へんって言うからです。なるほど、あーなるほどなるほど、わかりました。今ユウさんの言い方が面白かった。チラッと映した時にそんな感じに見えたんですけど、気のせいか。どうですかね。俺が見た時にはもうあれでしたね、そのなかったですね。ワクワクさん。え、何どうしました。キュウちゃんなんか今日はなんか多分なんか熱出た原因が、はい、なんかそのじゃあ見てない見てない。いいえ、これが有名な新スポーツ。やべえ、なんかもうこの時点で俺嫌な予感がするんですけど。あのね、えもう上が一番すごい気持ち悪い。なんか今この時点で俺なんかちょっと気持ち悪いんですよ。俺この上幽霊見たんですよ。ええー、はっきり見た。こうやって、え前に言ったかもしれないけど、女がこうやって木と木の間にこうやって立ってて、うわー、髪の毛がこんな長いの。うわー、で貞子じゃん。でこの状態でこうやって手招きされる。こう、うわー、それを俺だけじゃない、もう一人一緒に見たやつがいる。それこの上、ずっと上の方の。うわー、でも俺この時点でもなんか確かに俺もなんかすげえ嫌な予感しかしないんだけど。いや、その嫌な予感っていうより俺気持ち悪いんですよね。これに4つついたの。あ、もう全部つきました。全部ついた。え、なんだろう、なんかこの時点で気持ち悪いんじゃない。で、しかも、はい、この上の井戸があって、その井戸で子供死んでるし結構やばいっすね。で逆にこなんか子供がかわいそうに思えてきた。ん？貞子ドッキリ。拾ったっぽいね、チカちゃんね、キュウちゃん。やべ、頭痛い。なんだろう。どうしましょう。で、行く末はその必殺の館があるから。おお、うん。貞子ドッキリか。誰が貞子ドッキリやる？おー、でも結構道幅は広いですね。気をつけて。あー、姫さん了解です。ありがとうございます。気をつけます。トイレ行ってきます。漏らす前に。あー、びっくりした。山さんが漏らすかと思った。いや、俺漏らさんわ。山さん漏らさないで。な、俺かい。俺じゃない。やべえ、ここやだ。なんかすげえあれなんだけど、嫌な予感がする。こんなで想像したとこと違うんだけど、なんか頭痛い。リードがもうすぐそこ。よし、行くぞ。ワクワク。やばい、なんか嫌な予感するけどワクワクする。なんだろうこのワクワクは。サラダコならここにいますよ。え、は俺言ってる。あ、そういうことか。あ、了解了解。え、どうしました。なんかね、すげえ声聞こえた。おむつ交換、介護。え、蚊がいっぱい吸ったの。え、何がですか、姫さん。あれあれあれ、あそこにさ、柵で草ぼうぼうでも隠れちゃってんじゃん。あ、はいはい、あそこに井戸があるの。あそこに井戸あるんですか。そこにそう、井戸が。わー、あー、青ピピさん、こんばんはです。お久しぶりです。今日はね、超大人気じゃねえよ。結構かなり有名のあの心霊スポットでございます。うわー、これが子供が死んでる。やべえな。てか木が倒れてんじゃん。倒れてますね。あ、ここはこれですか。うん、これこれこれ、うん、この中に井戸があるみたいなんですよ。おしっこちびらないように。あー、そういうことね。え、これほん…あ、でもこれ行けんのか。え、この…ここ奥行くとどこ行くんですか。ここ山登ってって…あ、はい。 T 字路に…こっち行くと、はい、火葬場。あー、そういうことか。と、あと、お墓があるところがある。あー、で、こっち行くと、館。あー、もうおしっこちびらないって俺かな。ゆめさん。で、ここが、はい、この上で俺ゆめてる。うわー、この道マジか。え、これ
で行くんですか。そうなんですよ。怖っ。やばっ。これなんですよ。怖いんだけど。逆に、うん、ここ骨盤は、はい、ここ行って制覇みたいな感じ。画質大学が一番ここ知らなくて行かなかった。あ、そうなんですか。知らなかった。おー、ん、何、画質大学が一番いいな。あ、だって自分 YouTube でやってるんで、結構 YouTube の方が画質がいいんで。しかもこれ今 720p でやってるんですよ、アウピピさん。ここが結構画質いいんですよ。落ちて死んでる井戸が中にあるんだけど、草がもう生い茂っちゃってて中見えない。あ、もう、あ、でも多少見えるかな。なんかあるよね、下に井戸が、ね、ちょっと多少見えるかな、なんかちょっと井戸が、あーでも微妙だな。ちょっとこの中に子供がね死んじゃったっていう、あれ落っこって死んじゃったっていう、井戸があるんですよ。熱もあるしね。もうね、このね、なんだろう、この草、あ、なんだろうってね、もうこの草とかでね結構、うん、お、あれ覆われちゃって、もうちょっとここでフラッシュ撮影してみます。なんか映るか。ちょっとやってみますね。エクスピレどこだっけ、あった。やばいですね。大丈夫？もう下がる気になる。ちょっとここちょっとフラッシュ撮影してみますか。ちょっとこっち向けますね。やばいな、なんか俺怖さがないんだよな、もう全然。上上がってた方がいい。なんか怖さがなくて、逆にどんどん行きたいっていうのが。呼ばれてんじゃん。なんかもうどんどん行きたいってのがあるんですよ。呼ばれてんじゃねえ、大丈夫。いやもう、な、やばい、なんか行きたいっていうのがすごい。山本さん行きますか、上。行きますか。これ出たら、すぐ逃げられないですか。逃げないですね、これ。この細いんですよ、狭いんですよ、この道が。うわー、やべえ。うわ、やなんだこれ。うわ、え、なに、うそ、え、止まった。え、どういうこと。え、え、な、え、慣れたってどういう。いやいやいや、姫さん、もともと怖さがないんですよ。はははは、書いてあるでしょ。え、どういうこと、いつに止まったよ。書いてありますね、うん、書いてある。この軍の方は昔の。これはさすがに映すわけにいかないんで、ちょっと、やばいな、これ。ん？あ、うん、そうなんですよ、姫さん。慣れてはないですよ、もともとね、怖さがない、やばいやつね。逆にワクワクやばい、やばいよな、このワクワクって。ワクワクしちゃう、なんかやばいですかね、なんか。やべえ、やばいな。なんか止まっちゃったんだって。え、突然止まっちゃったの。配信がですか。うん、何事もなく、ストーンって消えることタイミングダメだわ。録画残しといてね、あと一人で検証します、了解。え、ちょっと待って、え、どういうことこれ。ジェロさん、いらっしゃいませ。こっちは止まってないよ。動いてんでしょ。ほら、え、なんで？さっき。検査かな、ゼロさん。ユウさん。え、さっきトイレの方で撮った写真が、え、つとも消えてるんです。消えてるはずがこんななってるんです。なぜ？なぜかこうなってるんです。なんかデータがないみたいな。そう、データがないんです。なんで？ちょっと見せるとこんななんかデータがないんですよ、なぜか。あのさっき、あ、これちょっと書いてない、邪魔か。やべ、邪魔だし。こうなんかデータがないんですよ。もうこんな。これじゃ、あれ、これじゃない。こんな感じ。さっき映ったの、さっき、あれ、さっき撮ったフラッシュ撮影したのはこれなんですよ。こんなでっかいんだ、もう雲。
そう、そう消えて、なんか消えてるんですよ。ん？ワクワクドキドキそう。なぜか消えてるんですよ写真が。もうこれ見た感じは撮って、なんか撮っても別に変なのは写ってないんですよねこれは。まあこれは後で、え？これ顔？違うよね。え？行きますか。顔ではないな。え、わかんないっす、姫さん。なんで消えてんのかが。じゃあ、え、なんかパキパキ言ってないですか。ここですよね。パキパキ言ってない、そこ。え、この辺、どっか。なんだろう。パキパキ。なぜか消えたんですよ、姫さん。行って。やべ、これ俺先頭だからこれ一番俺が見る確率高いじゃないですか。出たらもうギアで。そうですね、これ。だって出た時ギアだと思う。いやこれ出た時これしかも俺急いで行ったらこれ山さんたちあれじゃないですか。結構感覚がちょっと もうちょっと明るさマックスでつくよ。出る場所ね、そこで一回折り返すんだ。あ、そうなんですか。折り返して登ったところ。危ない。これ足。幅が広い。どうなんでしょう、例の仕業なのかな、それとも端末の不具合か。やべえな。うーわー、蜘蛛の巣、蜘蛛の嫌い。足元気をつけてね。 ありがとうございます、気をつけます。うーわー、これやばい。なんか例のあそこの山を本当思い出すわ。うわ、これ怖えって。え、なんかあそこ穴が開いてない？何あれ。そこ上がりきったところに漏れて出たの。ここですか。そう、そこ上がりきったところで出るの。うわー怖え。それ言われたら臭い。あーが怖い。やべえ怖え。え、何、どうしました。え、マジですか。え、ちょっと待って、なんか来てね、上から落としました今。うん、そうそう、一回見て、落としてる、落としてる。ちょっと待ってやばいってこれ。ちょっとまずいこれ、音がなんか上から来る、なんか来るような音が。そう、やべえ、俺が一番怖え。俺が一番怖え。俺が一番怖え。やべえ。やべえ、何だって。降りてきた、だって今降りてくるような音しますよ、だって。やべえ、おお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 。やべえ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 、なにちょっと待って、やべって、やばいって。ちょっと待って、え、うわぁ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 、やばいって、やばいって。今のいや、すごい足音した。しましたよ、今。え、ちょっと待って、あ、了解です、姫さん。やべえ、やべえ。え、人？え、なんで、え、どうですか？おおおおおお。え、なんて、今なってるのか、今。え、なんかちょっとなりましたね。え、なに？
誰かいます？やべえ。やばいって。俺こんなにまた逃げたとは思わなかった。だって今の完全に。何も聞こえない？だって聞こえまして今だって自分のとこでは。あ、もうほんと近づいてくるような。ほんと降りてくるような音しましたよ。だってすごかったね。すごかったです。あれは逃げますって。あれは絶対でも行きたいんですよね。なんかほんと行きたい行きたい。ちょっと待って、一回ちょっとあの気持ちを固めていこう。そうですね、ちょっと、気持ちを固めてから行こう。やばい、ちょっとこれは無理に行くとちょっと危ないですね。ちょっと気持ちを固めてから行こう。その代わりもう打ち見せ時だけど余計危ない時間じゃないですか、ちょっと気持ちを固めてから。そうそう、やべえなあ。ちょっと凍えちゃばいぞ今日。ここ多分俺一人だったらこれもう猛ダッシュしてますね。もうやばいって。確認してしてからね。あ、ゆめさん了解です。やばいってこれ。なんかヒューちゃんが大輝くんの行きたいは危ないだってええマジですか。え、呼ばれてるからさ呼ばれてるから大輝くん。なんで俺呼ばれてんだろ。そんななんでその前前進しようとするんですか。いや、わかんないです。なんかいや、逃げれねえな、あの階段。無理ですね。絶対無理だ、俺ちょっと無理だわ、そここけるわ間違いないあのガサガサやばいよ。あれはやばい。降りてくんだもん。なんだろう、野生動物。いやまずこんなところ多分イノシシはいないと思うよ。いや、イノシシはいないと思いますけど、なんだろう、猫とか。あーやべえな今の。やばいやばい、階段が尋常じゃない。見てこの階段階段尋常じゃないですよこれ。この階段やばいっすよこれ。ほら、ここから始まりドワーみたいな。やばいよこれ。ここで一番遠いもん。え、今落としましたよ。また？いや俺こうやってやってるだけよ。カチャ。え、違う違う、そのなんかバンみたいな落としましたよ。何をいいんじゃん。上のいきなりあそこでヒュー。やめてー。女が立ってたら。何の音先が？この辺でガコガコ落としてんだけど。え？マジ？誰かいる？いや、いないと思いますよ。だってなんかね、あそこの倉庫あたりでガコンガコン言ってんのよ。え？あれっすか？もうあの倉庫が物を置いてあるあたりか、もしくは。おーおーおーおお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 おやばいってこれ。んきついね、階段話。え、階段話した。え、なんで、え、階段話なんですか。なんか何って、なんかでもそんなやばい感じしないんだよな。今声聞こえましたよね。聞こえましたよ。聞こえましたよ。間違いないよね。聞こえましたってやばいって。リスナーが聞こえてねえのが怖いぐらい。怖いっすよ。いや、今のってどっちですかね、声。え、男ですかね。なんか女っぽいにも聞こえたんだけど。いや、ここね、二人出るからね。あ、二人出るんですか。特に女が出るって。あ、ネットで調べるともう女って出る。もうね、必ず言われるのはもうこう走ってるこう車、はい、フロントガラスずり落ちてくる。うわ、やばいって。これ拾ってるような気がするんだけどな、今の。これ録画残しておいて、絶対なんかいろいろ映ってそうっすね。しかもこれにも入ってそうですね、なんか収録してるやつに、うん、なんか
でもあそこなんか見て奥見てみたいっていうのはあるんだよな。ただこれなに聞こえちゃちょっと行くのは怖いですね。結構気合入れてないな。無理ですねこれ、気合入れないともう本当。結構聞こえちゃったらやだな。ちょっとビビり入ったな。いやだってもうあんな逃げちゃった。だってもうあれはやばいって。あんなもう3人で猛ダッシュは。なんか俺の予想だと、はい、あそこにさっき言った俺が見えた場所にいるよって言って、あそこからなんか人がバーって降りてきて、はい、今そこまで来てる感じがするね。あー、ね、そこの階段の上のあたりぐらいまで。あなんかそこで立ってなんか俺らを見てるような感じがする。ちょっと危ねえな。やばいな。ただ俺はそういう感じがするだけであって、霊感が強い人が見たらどうなるかって話を。え、待って、落としたよ今。え、またなんで。だってなんかそこからすげえ落としたんだ。なんかいるのかな、ここら辺に。貞子呪いのビデオ見たんすか、姫さん。でもこれごく普通の自販バイクだよな。やばいってここ。あのね、上行くと、はい、さっきこう階段だったじゃん。あ、はいはい。俺何回か制覇してんだけど、はい、上がってって上行くと今度もう岩だらけの変な道になる。うーわ、余計なお世話に言えないじゃないですか。でなんかね、結構気持ち悪いのよ。うわ、やべ、警察。回ってそうだよね。なんか回ってきそうで怖いんだけど。君たち何してんのって。しないしです。大体こうやって見せると、分かってみたいな。ああ。全然動いてない。え？え？前回ユウさんが見た女性とは、そうパトカー。どんな女性？いや、ああマイさんこんばんはでいいす。白い。着物を着た。やばいってあれは。あの髪の長い。いや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 。本当にこうやれてる。前見たの。今順番に追っかけてますね。やばいって。やばそうだね。ここやばいよ。いや一瞬響いたね。ごめんなさい。すいません。言い過ぎです。すいません。やばいよここ。大君の声に被って女の人の声が聞いた？マジ？上から聞こえたの。うん、上っていうか、なんかすぐ脇で聞こえたような感じがしたけど。もうちょっとパニックだ、ね。あ、白い着物は貞子さん。え、今携帯2台にタブレットで 3人の見てる。あ、舞さんありがとうございます。もうはっきり見えたよ。やばいってあれは。ここで。もうだってそれとかじゃないと思うけど。見えた時俺当分触れなかったもん。やばいよ。ここはちょっとな。ただ見てみたいっていうのはすごいある。ただなんか行ったら来るなって言ってる。なんか行ったらやばいっていう感じがするんです。なんかねここね、ホラー配信、まあ心霊配信なんで、まあ一応ホラー配信ですね。じゃあ今度からあれホラー配信ってやろうかな。嘘、白い光みたいのが通ったような虫かな。どうだろう、俺パニックってたから分かんなかった。もう3人でパニックり配信。みんなちょっとタイミング、え、白装束の縮小、ライト消していこうかななんてねって舞さんが言ってます。え、無理。え、あれ3人でライト消していこうかな。いや無理だ、足元が見えない。無理、見えないもの、足元が見えない。まずいや死んじゃうこれ。無理よ、なんか転がっちゃいそう。転みんなに www って。そう、転がった時に。あ、冗談です、笑って笑ってますよ。さすがにこれあれですよ、俺、うん、でライトなしでいったら死んじゃいますよ。 あれじゃない、あれじゃない。全然キューちゃんあれは右に確かに立ってたけど、あの女じゃない。もう全然別のやつ。ここやばいよ。え、トンネルの上通して、え、どうしたの？ちょっとごめんね、頭、はい、取れ取れ取れ。トンネルの上通してって何？なんかもうマジで。やばいな。転がり配信、そう、転がり配信。やべえな、なんかすげえ気になるな。
おしっこちびるね、マジか。違うか。線香はないっすね。あれ姫さん。今鳴ったよ。コンって鳴りましたね、そこら辺で。なんだろう、ここ先行けないっすね、なんか怖くて。でもこれなんか今朝からにはちょっと一回行った方がいいような気もするんやけど。そうなんですよ、煙の匂いとかダメみたいな。でも煙の匂いとかしないんですよ、あれ姫さん。で、青いデータ注意だって。はい、配信はこれ YouTube で入れてますよ。はい、青白く光ってて、わしかったし。え、マジ？あ、山さんだ。山さんか、よ、びっくりじゃー。人通りはない、今、全然。ないっすね。車だけ通ってる。なんか、あ、女の声だ。え？近くにいんのかな、もう。あ、また後で説明する、ありがとう。うん、今人通りないよ、ジュリちゃん。あ、ユアさんから画像送られてきた。なんだろう、ちょっと見てみるか。ちょっと、ん？えって、ちょっと待ってくださいね、ちょっとユアさんから画像送られてきたの見ますね。なんか聞こえてんの？やべえな、サラさんとキュウちゃん聞こえてるらしいよ。え、マジ、うん、やばいな。ちょっと見て、ちょっとあれすいませんね。降りてきてんじゃない？降りてきてますよね、なんか。なんかそれにしか考えられない。あ、天さんもだって、天さんも聞こえてるって。うわ、マジかよ、これ見たくなかった。なんで映ったの？そう、これ山さんの方なんですけど、顔みたいなのが映っちゃったんですよ。これ、ここ、ヤマさんの、その多分位置だと思うんですよ。マジで？じゃあいるんじゃねえの？いるっぽいですよ、これ。ヤマさんの方向から見たこれなんですけど。あ、じゃあ映っ、あ、ちょっとつい、いるんじゃね、上に。これ光った、うわ、あ、やべ、やばいって、やべえ。あのね、階段の上の方。マジか。うん、結構な、あの広範囲で光った。やばいって。いるんじゃん。やばい、やばいよ。だから今当ててるから、今確認したんですよ、山本さん、で山本さん当ててなかった。来ました、来ました、車来ましたね。ちょっと下向けますか。あー、舞さんも参加してほしかった、あと言って。今ね、そこ光るのね、やばい。ここの上の方で光ったんだって。やばいって。あ、すいません、ありがとうございます。今日は忙しいね、ケラケラして。ちょっとここへんで、忙しいよ、ちょっと。やべえ、なんか上来、ここ来たからね、行きたいけど。やばいな。やばいぞ。ちょっと気合い入れましょう。ですね。勇気ね。やべえ、頭痛え。これで行かずに帰るか、行って帰るかどうか。でも行きてえ。行きたい。
やばい、すげえ来て、なんかさすがにちょっと見ないでか。ゆうさん怖いでしょ。画面が違う場所。襲われる可能性ある。マジ？画面が違う場所を映してたって俺。マジで。マジか。行くか。行きましょう。よし、ワークワーク。よし、行きましょう。これで一発決めますよ。一発勝負だ。行きましょう。やばい。あー、マイさんありがとうございます。いや、あれー、マイさんがみんな気をつけてあれくださいって。よーし、行ったら嫌だなって。こっちだよ一番。行ってる方が怖いよ。なぜに別の場所を向けてると思った。マジで無視っていうか、すげーピンボケし始めてる。なんかピンボケがやばいけど、でもこっち回ったな。本当にあった怖い話。何ですか。姫さん、これはあれですよ、現実で本当に言ってますよと言ってやばい。また逃げ帰るとかないよ。もうこれ逃げ配信とかないのか。ドキドキ。そう、お前さんドキドキって。やべえ、怖え。静かに行った方がいいって。静かに。あ、わかりました。静かに行きます。ちょっと電池切れちゃうでしょ。小声で行きますね。俺の電池切れそう。やべえ、大丈夫かな。逃げるときは転ばないで。あ、了解です。皆さん、やべえ、俺先頭嫌なんだけど。し、そう、舞さん、し、静かに行きましょう。やばいって。ここと落としました今。今鳴りましたよね。すげーガサガサガサって。やばいってマジで。上行く前にちょっと懐中電池変えとこうかな。ライト、あ、電池。今のうちだよ。ちょっと変えときましょう。ちょっと山さん、今のうちに懐中電池電池変えといた方がいいんですか。ちょっとすいませんね、懐中電池電池変えますね。ちょっと電池変えますんで、ちょっとあれ、くす、ちょっと草はちょっとあれになっちゃうんですけど。ここで変えるの怖えな。でもちょっと今のあれ、今のうちに変えてないとやばいっすね。ゆうさん、ここで変えるの嫌なんだけど。きれい。そう、暗いんすよ。やば、まあいいや。死んじゃうかもしれないけど。うん、画面が大丈夫。画面大丈夫。やばい。え、画面乱れたって。俺のが、ちょっと待って、マジ。何、やめてよ、いきなり逃げるたんて。今こういう音聞いたら、ここで逃げたらもう男が行けなさそうだから、行けなさそうだから、ちょっとここはね、行かないと。気合入れないと。そう、気合入れないとまずいですね。画面乱れたら怒ってるやつって。マジ、怒ってんの。画面おかしくなったってみんな言ってんだけど。俺も、え、マジ、え、俺の画面おかしくないですかね。怒ってんの。やべ、これ電池やばい。変えた方がいいですか。いや、めっちゃ乱れた。マジで、いや、大丈夫かな。これ今変えないとこれ死んじゃうよ、マジ。これは恐怖だもん。恐怖だ、それで。全然 OK じゃありません。OK、はい。ちょっと待ってください、全然。どれが新しいやつなのか全然わかんない。そう、草配信、そう。音が気合い入れてそう。モザイクと思ったぐらいにザラザラになったって。え、マジ？俺の画面やばかったらしいよ。マジか。え、どうしました？違うか。逃げ止まなかったもん。同僚と以来でそれ、こんなもうやべえと思ったの。また始まったよ。どうしました？カラーモザイクだった。
ちょっと待って、焦りすぎなんですか。電池入らない配信え、ラップ音がすごいね。なんか今ニャオーって言わなかった。猫猫やめて。なんか全然落ち着かないんだけど。電池無理です。地獄。いや、ちょっと敏感になりすぎですよ。やべ、ここのとこ敏感になりすぎちゃってダメだよね。マジでサラさんが言う通りだって。なんですか。で俺のところのカラーモザイクみたいになって画面が乱れたんだって。うわ、頭痛いな。待ってね、今ねちょっと今準備中、登るのやばい、怖い。なんかここ来て怖さ覚えた。なんだこれ。ダメだ、ネジが閉まらん。山さん電池交換です。電池やらない配信。まあまあまあ、これ途中で、これ、あれだよな、逃げたくないよな。でもこれ危ないと思ったら逃げなきゃダメですもんね。さすがに。怖いな。怖い。一つ言えるのは、幽霊は殺してこないと思う。ああ、まあ、うん、人と違ってね、殺してこないから、まあ。ただ、死ぬ系音はしてくるから。まあ、人と違って、まあそこの点はね、安心っちゃ安心ですけど。行きます。行きましょう。レッツゴー。気合いだ。気合い入れていきましょう。そう、今かいって、今でいいです。ちょっとね、ここからね、電池がないと死んじゃいます。気合い入れていきましょう。俺後ろって怖い。じゃあ俺後ろ行きます。なんか俺また後ろって怖いよね。俺真ん中行くからなんか怖いよなんか。でも一番前の方が一番怖いですよ。あ、そうだよ。俺もうそれを察知しましたからね。逆になんか前行かせると逆になんか犠牲にしていくようなので、なんかちょっとあれだよな、あれじゃないですか、なんかちょっとそこがちょっとあれじゃないですか、なんか罪悪感ないですか。まあ確かになんか前行かせるとなんかちょっとその犠牲にそう、ん、結果あるん、あります、ん、あるあるんって何ですか。あ、そっか、 C ってちょっと静かめに行きましょう。やばいって言うの。山本さん、あれ今度一人でここ行ってみてくださいって言ったらどうします。ふいふい、ありがとうございます。なんかびっくりした。でもこれ一番あれ先頭で降りる方も怖くないですか。頑張っていきましょう。上まで行くので、ああ、結局上まで行きますよ。頑張って。え、声したんだけど今。男の人のこっちの方で行きましょう。とりあえず怪我なことで。伊藤くんも一人で行ってみよう。いやー多分お一人で行ったら多分逃げ配信だと思いますよ。行くけど、やべえ。声聞こえないよ。なんかさっき聞こえたんですよ姫さん。結構ね、なぜか配信には入んないんですよ、なかなか声が。やべえ、どうしました。ちょっと持ち替えますね、ちょっとやばい、目が。すいません。なんか一応あれですね、今のところは大丈夫ですね。
なんか怖い。マジで例のあの山を登ってる気分。うわやばいよここ。夜中だからそう余計怖いんですよ。なんか見てくださいこれ、すごい岩ですね。あ、伊藤くんね。何ですか。ここで作ってきたの誰。あ、夜中だからね。もうしかも今いい時間帯じゃないですか。なおさらやばい。体験と来ました。でもあれ霊を捉えるにはあれいい時間帯ですね。うん、ここも歩くのきつそう。前さん結構きついですよここ。ただ霊のあの山ほどではないですよ。え、ここですか。ちょっとお店ね、うん、ありますね。全部屋敷。え、そうなんですか。うわ。ただこれだと全然あれですよ。一緒に登ってた本人が行く。で本人が今何まるか分かんないんですよ。実はここまで来ると安心できます。あ、そうなんですか。おお。見てくれる。怖いのここまで。ああ、なら大丈夫。あれか。安心だ。車が見えてきた。あ、これ入るなんですか。え、こんな綺麗なんですか。俺の友達が入ってます。え、こ入ったんですか。入ったわぁ、でもこれ絶対めちゃくちゃ広いんだ。いや、なんかもう相当奥まで入ってって文句の方に屋敷があるんですよ。でもこんなの入ったら通報されちゃいますよ今ね。これやばいって。ここ、これが有名。入ってですね。ただでも中に屋敷がもう結構手前だ。この怖さを広げてみましたね。ただ帰りは高校を通るとか。いや、実はそっちから戻ってる。ああ、じゃあ大丈夫だ。はい、こっちかも。地獄だ。どっかの業者の車ですね。ゆっくり撮影したいんだったらこっちから戻ってくる。怖え。いや、俺ね、多分これも屋敷のあれだと思うんですよ。多分一部だと思うんですよ。俺の友達が入った時は、なんか他に来てたの、3人組みたいな。で、一緒に入りませんか。おお、乗り越えて入っちゃってんの。すげえな、こんな高いとこ。したら、なんか猫がなんか道になんか寝てたらしくて。あ、俺らが行った時に、なんか猫がいきなり立ち上がって道案内するかのように、なんか怖っ。なんか怖いな。屋敷の方まで行ったって。それ怖いですね。このだから有名なのは地下に手紙が置いてあるらしい。その手紙を見るとなんかやばいっていう。うわ。
って入ったら本当になんか屋敷があったんだけど、はい、全部扉がなんかあの木の板で、うん、開けられないように閉じられてたんですよ。こう見ると ただの住宅に見えますよね。行かないですよ、大丈夫ですよ。これは行ったら無理、まず無理、今通行したことは大変なことだよ。そう、じゃあ行きましょうか。やべ、ここんなアクリルライトつけてたら通されちゃうよ。山さん、それだけで行きましょう。もうね、あそこね、俺止まったらいけねえと思ったから、ああもうそんなに切ったね。あー、あのクルクルしてた、マジ。そうそうそう、あそこはもう突っ切んでていけねえわ、あれ。あちょっとは安心してるな。ちょっとは安心。今日は見たら分かんないから。まあね、突然形が出るけど。うん、行かない行かないよ。大丈夫。ちょっと見に行ったって。いや、俺が今止めただけですよ。止めたのか。はい。今音で。とりあえずここはいいかなみたいな感じで。SD カードの前。いや、正直さ、向かってるっていうか音すごかったでしょ。すごかったです。であれね、分かってたのよ。だけど止まったらもう行けないから。あ、いや、あれはもうやばいっすよ。だってヤマトさん真っ暗だし、俺がピントがダメだし、なんかあんまり中継に見せてい。や、あれはやばいっすよ。え、タイプ行かないの？行かないっすよ。いや、行かないっすよ。通されちゃいますよ、そんなの。通されちゃうんですよ。だってもうつい最近おバカが行かないですよ。もう信じる。そう、入ってね、基本撮影禁止なんだ。そう、もうね、とりあえずね、許可さえもらえれば行きますけど。許可が出ればね。そう、許可が出れば、だってなかなか許可が出してくれませんよ。なんかもう危ないとかで。そうやっぱちょっと見ただけなんだね。許可出すときは、まず地主が OK 出したら、あと、その最寄りの警察にもう言っとくのいいよね。あ、まあそうですね。そっちの方がほら、もう使ってるっての分かるからさ。だってもう、そっちの方がだって、その警察に声かけることもないし、うん、そうかね、そうただ許可がね、通るか、通るあれ、ね、住宅地厳しいんだよな、問題が。あの、あそこの道って、なんで今こうしたかというと、機能試しなの、でもね、久々に来るのが怖いわ。ピンとこボケてる。どこに向かってる？今とりあえず最初ね、持ってる車の方にちょっと戻ってます。でただでもあそこは何の人かいるけど、あそこガチっぽいでけえな。誰で？俺？あれ誰だ？誰のこと言ってんの？俺のこと。伊藤君かよ、誰だ？分かんない。誰に言ってるんだ？これでけえなって笑ってて。なんか悪口にしか聞こえないかって。ちょっと三人でなめなめて言ってる。あ、なめてどうなる？あれなんか甘かったりするとやばいとか、そういう感じ。あれ、うん、あれどうした、なんかこれ、ああ、引っか、全然浸透地下のところ出ますよ。なんかこうやってグッと待ってるし、喋るとどんどん声が出るから、なんかどんどんピンとかどの位置で出るんだろう。なんか結構今はクルクルしてないですよね。あ、姫さん、え、あーですね、ここから上がってた。あ、本当だ、逆のとこ来たんだ。そうそう、ぐずっと回ってんすよ。結構歩いたな。歩きましたね。なんかいや、こっちに階段があるっていうの見えてたんだけど、はいはい、まさかこれ出てくると思うな。なんか繋がってるとも思わないですよ。うん、でもあれだよな。え、階段出てきた。あった。おお、確かに階段だ。山本さん、でも結構十分ですね、光量がもう。え、あ、うん、あれもう下まで照らせるんで。今のピーって何の？ん、今のピーはなんかスズムシとかじゃないですか。乗ってないっすよね。スズムシは鳴いてますよ、今。うん、いいよ。あ、なるよかったです、姫さん。しかもいいじゃん、ピーって。さすがにここに、
仕返られても困る。工事してるのかな、ここ。うん、なんか工事みたいですね。おっと。階段の脇の今、坂道、スロープみたいなところに降りてる。多分これあれじゃないかな、こうやって。あの、木でやってるから、土留めとかそういう系でしょうね。だからなんか工事やるんですね、これから。うん。上の音が聞こえた。え？やっぱりそうだ。上みたいな音でしょ？なんかそうって言ってる方いらっしゃるんですよ。なんかこれ、すごいな。わあ、危ない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 、これ足急すぎる。あ、何これ、止まっちゃった。え、マジか。なんで、え、ちょっと待って、今おかしな現象起きたよ、山本さん。はいはい、今おかしな現象起きましたよ。なんかビデオライトがなんかいきなりここ充電もしてないのに、つくはずもないのに赤ランプつきました。え、さっきマジか。てなんか静止画になる。もうなんか止まるんだよね。そう、薄密度器。止まるんだよね。あ、大丈夫。うわ、これ急すぎるよ。そう、今薄密度器で結構いい時間ですよ。じゃあ毎週今から東京来て、あ、神奈川来て、嘘嘘嘘、うん、そうここに来た、ここに来ましたね。2、3回鳴ってた。行きたい、うん、あー、でもあれだよな、怖い確かにあれですよね、毎週も来たいですよね、なんか。すげえ怖いんだけど、この販売機の音。なんかここ一体がやばいよ。一体やばいっすね、なんか。絶対ここ住みたくないっすね。もう落としたよ。今更なんですけど、糸を映した左上に何か気配を感じました。え、待って、落としてるよ、ほら。え、今聞こえませんでした、音。いや、これで落としてますよ、だって。あ、多分、え、だって誰もいないよ、だって。え、やばくね？マジか。そっちじゃねえな、どう見たってこっちの方向だもんな。ですね。ゴーンとか。マジか。あの鉄板のなんか、温度のなんかあれってことはねえやな、まさか。収縮の加減でゴーンとかなったとか。え、見ても見てない？映したよ、けど見てないか。多分録画見てもらえれば映ってると思いますよ。あ、でもあれ、あ、ユースの録画残すか。わかんないですね。ドーンとは言ったんだけど。なんだろう。草がボーボーでさ、うん。でもね、井戸はね、テンさんね、あれ、あれだよ。映ってもおかしくはないかも。男の子が死んでんから。あ、山本さん、あんまりそのライト人の家に映せるとまずいですか。首が動いちゃう。あ、そっか。え、どうしました。え、車が来た。あ、車来ましたね。どこの家が、どこの家が、あ、ちょっと、車来たんで、ちょっと、うん、避けました。いや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 、これは、ここはやばいっすね。ただ、もうごめんね、かなりの勢いで、あの、もう、進んじゃったから、うん、ちょっとな、みんなゆっくり見れなかったと思うただ、あそこはやばい。あのね、ゆっくり無理だったけど、ちょっと気分的に、うん、ちょっとね、もう、あそこは綺麗になった。山本さんのピント大丈夫ですか。いや、ダメです。ダメだって。なんでだろう。ピントがダメです。少しも、あれ、一回ちょっと、一回ちょっと横にして
起こして、あれ、ダメだ。これがダメだ、下向けるか。いやでもまあ、一応行きたい場所行けましたからね、まあ。日焼け見えた？嘘マジで？光ってるの見えたんじゃない？あ、ダメだ、ピントが直らない。え？今、全然直んない。さっき直ったのに、ほら、全然直んない。うわ、なんで？じゃあ、大和さんじゃない？誰かについてきてる気がする。大和さんじゃないですか？ん？途中まで？ん？何がですか？ゼロさんまで言い出してまたおっかないんだから、もう全然ダメだね。マジか。なにこれ、どういうこと？今音ってたの、こう見ますね。え？この…わかりました、サラさん。これでどうかな？これで治るかな？え？なにこれ、なに今の、ここで治ったか。ゆっくり休んでくださいね。ビデオライト充電しようとダメだ。電池がない。多分これで治ったと思います。すいませんね、この線、あれ、ビデオライトっていうか、この USB のことなんで。ちょっとそこは草丸毛のところ、あー、なんかあの草で覆われ、なんかなんだろう、柵があって草で覆われたところが井戸だったんですよ。どうなってんだこれ。え、どうします、山本さん、あれ、この後。今何時？29分です。あ、29分です。29分？はい。いつもはね、みんな、まあ、まあ、行けたとしても、もう、あれだぞ。帰ること考えないと、やばいぞ。で、ダメだ、これ刺さんない。どうなってんだこれ。いや、無理。お疲れ様です、サラさん。よいしょ、はい、ね、もう2時だしね、牛水時。そう、牛水時。牛水時にあそこの坂登った？またですか？やばいぞ、あそこの坂登った。いや、またですかって、あそこの坂登った。あそこか。でもあそこ犬来たらやばいかな。やばいっすね。あ、吠えられても困っちゃうし、うん、あ、お疲れ様です。やばいかな。しかしカラーモザイクはさあ、俺録画が残したら見れるのかな、カラーモザイク。ああ、でも、もう分かんないですね。ちょっとすいません、なんかビデオライト何やねん、ほんと。どうでしょう、なぎさまお疲れ様です。やっとなんか冷や汗があれだな。あそこ一応休憩ぐらいしたの、今日。やばいですね。あそこだもんな、もう唯一逃げたのが。あ、電池交換したところでカラーモザイク。なんかあの車ずっとブルブルしてね、なんか。あ、これダメだ、これ。やられて壊れた。そう、マジで充電できない。何か間違いじゃないの。持ち帰ったらいきなり充電できるとかあるかもしれない。充電だって、え？大君のがモザイクなさって、え？マジ、うん、だってこれちゃんと刺さってるじゃないですか、もう、うんうん、で、うん、これモバイルにも刺さってるんですよ、うん、ちょっと待って待って、モバイルにも刺さってるんですよ、これ。モバイルのさ、あのちょっと一回抜いてヒュッてやってみると変わるとかない？で、これでダメです。あれ、で、打ち返った時に意外とポッと治るんだよ。やばいっすね。俺そういうのあったよ。ダメで、打ち返ったらできちゃう。でもゼロさんどうなんだろう、霊障かな。どうなんですよ、ちょっと疲れましたね、ちょっと。霊障なんかな。いや、わかんないっすね。いや、もしかしたら打ち返って充電したら充電ができるようになってるって話もあるかもしれない。確かに。わかんないかな、俺も一回そういうのあったからね。あ、懐中電灯ダメだダメだって騒いでて、うん、急に家帰ったら治る時あるんです。ありがとう。あれ、前にあの二人であの配信した時の、雨降ってトンネルしかできないって言って青山墓地行った時にあれだったじゃないですか、あの
あのライトが突然つかなくなったじゃないですか。ああ、ね、あれと同じようなもんだ。多分そうですね、うん、多分絶対なんかおかしいですよね、多分、うん、こっち側っていうか、ね、ゼロさんね、多分ね、うん、電池を指に持っていかなきゃダメだよ、ね、ああ、そう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 、持っては歩いてるけど、持っては歩いてるんですけど、やっぱり2回電池足りないですね。あ、結構電池使うな。使いますね。そうそうそう、場所は離れたら治るかもって思ったし、1時間ああ、まあだって、いや、あれじゃない、登山が2回も続いたじゃないですか。すごいですね。いい、あの、動画が撮れたんだ。でも考えたら、でもこれ1時間やってるんですよ。いや、1時間15分やってますよ。あ、そう、俺1回取り切ってるから。あ、でもどっちみちこれ、あれ切れてるんで、うん、多分1時間3、40分やってるんじゃないですか。あ、俺切れてないわ。どんぐらい ?106 分やってるの今。106分だから。90分で1時間半。結構ですね。うん。結構やってますね。うん。1時間40分ぐらいやってんのよ。やってますね。1時間40分か。ああ、急に切れたのびっくりしてるね。そうそうそう、あれ突然切れた。あ、いいですよね、なんか。ちょっとびっくりしちゃったけど。やばいところだったね。今休憩中。そう、あの、ね、休憩中でございます。あの、ね、姫さん、あれあれ姫さんとかのコメントくれてありがたいです。今もう休憩、あ、休憩タイムの雑談みたいな感じなんで、あの、私の相棒です、伊藤くんです。はい、伊藤くんです、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます、秋田さん。ね、秋田さんもね、お疲れ様でした。いやも、ね、そう、休憩、そう、休憩時間。ね、無心で歩かないと歩けない。そう、無理。ね、マギさんもありがとうございます、遅くまでね。ありがとうございました。いやまたお願いしますね。あ、皆さん、録画残しておきますね。あ、ブラックさんもお疲れ様です。でね、このね、撮った写真はね、ツイッターね、朝ぐらいにあげとくんで、あれ、よかったら見てください。ゆうさんも大輝くんもお疲れ様でした。あ、ありがとうございます。ゼロさんもお疲れ様、ありがとうございます。見てるのも精神的に疲れてる。今日は多分もう終わりだと思うよ。うん、見てるのも確かに疲れるよね。いやいやいや、最後の最後にちょっと結構すごかったから。あ、運よ、 ありがとうございます、姫さん。ね、あ、舞さん、ありがとうございます。舞さんもお疲れ様です。何が映ってるのか、何が、あの、声が聞こえてるのかって言ったら、検証してみて。ストライクショット。ああ、終わり残念です。ああ、ね。おう、ジュリーさん、今日は体調大丈夫そう？うん、大丈夫、大丈夫。いやぁ、気をつけて帰れようと思います。ゆうさん、大好きなお疲れ様でした。ああ、ありがとうございます。いや、結構、あきらさん、お茶隠し、ありがとうございます。すいません、帰る気力を失ってるのはどういうわけですか。あまいちゃんもお疲れ様です。あ、つかさんが、伊藤さん、お疲れ様でした。ああ、ありがとうございます。あ、なんか外の風が気持ちがいい。確かに。やばい。あ、しもさん、ありがとうございます。お茶が出てきた。あ、まいさん、お疲れ様です。なんかこれ邪魔くせえな。終わりました。YouTube ライブ入れてなくてごめんねだって。いや、大丈夫ですよ。なんかあれだな。ああ、大丈夫大丈夫。キュートさん大丈夫。車システムナンバー取れてないんです。うん。いつも乗ってる車と違うから大丈夫。毎回違いますよ。うん、毎回違うから。そう、いろんな車乗れますとか言って。そう。
車好きなんで、いろんな車乗ってる。なんかあれだな、こう休憩室もいいよね。ん、見てくれる人多いんだね。ん、あ、誰ですか、俺ですか。そう、なんか顔出しですね。顔出しやってる。そうです。はぁ、結構久々だな。でもこう顔出しするのなんか久々ですね。なんかコンビニでもいい。じゃあうちらはあの後ろで、あの伊藤くんの後ろ姿。いや結構これあれかな、1、2年ぶりかな。なんかこのマジで北の国からさ、ありがとう、そんな眠気と格闘しながら見てくれた。ん、いいじゃん。ん、何ですか。あ、顔出しですか。青白い光るものについて説明するね、と近さんが。あ、了解です。当たりやすい。このね、なんか真由美さんも笑ってるもんね。あ、顔出しか。いや、まあ、うん、そんな、1、2年前かなぐらい。あ、1、2年前ぐらいか。あ、でも2年も経ってない。1年前ぐらいかな、あの顔出し。あー、やばい、マイさん、ヤッホーって。いやー今日はすごかったね。すごいですね。久しぶりにあのあそこの東大以外のあれだったな。疲れたもんな。疲れましたね。え、ホラー配信は、うん、またの名を心霊配信。うん、まあ11日か13日にあのまた今度はなんか一人で心霊配信やるんで、よかったら、ま、あれ見に来てください。またね、一人でもまた逃げ配信になるのかなみたいな。やってる方も怖いからね。感じですかね。やっぱそのあー、舞さん了解です。あれだな、金曜日ん11日か、あれ金曜日か日曜日だもんな、確か。声が聞こえたの、なんだろうって。逃げちゃってるのかしら。またあのーまあ、行く場所は内緒なんですけど、またうん、いや、ま、逃げたところ。そう、あれ姫さん、その11日か13日は一人の予定なんですよ。え、おかしいな、伊藤くんちで神経配信じゃなかったっけ、部屋の中で。え、いや、それはやんないですよ。やんないですよ。いや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 、元はね、あの山本さんとやる前は一人だったんでね。うん、ジリさん、その通りなのよ、その通りなのよ。現場にいる人たちがめっちゃパニックになるのよ、こういうの。その通りなのよ。ま、今度ジリさん1回ぐらい、マイさん、うんと、そのうちね、まあ暇で部屋片付けてたんですけど、一回俺が寝てる間に定点配信やってみようかなっても考えてるんですよ。ね、伊藤さんの家で心霊配信。もしかしたら、そしたらなんかオーブかなんかしら映るかもしれないですよ。それもありっすよね。うん、姫さん、そうなんだって、そうでいいです。結構なんか俺の部屋から結構声とか聞こえるみたいですよ。なんか、なんか頭痛くなったりとか、頭痛くなったりとかするみたいですよ。なんか。やだよーって。え、何がすか？大輝くんの部屋、強盗入ってるからなって。ええー、マジっすか。多分一番パニックになってると思う。ああ、そうだ、そうだね、慣れないとそうかもね。慣れてたって、悲鳴あげちゃうんだからさ、びっくりしてる。うん、そう、なんか結構、なんか頭、なんかあれ、今日は誰がお持ち帰りかな、伊藤くん。いやー、山さんも持ち帰りで。なんか今そういうような気分なんだよ。あ、そういうような気分って言ってますよ。体重い。あ、山さん、じゃあ10体ぐらい持ち帰りかな。10体いらねえから。岩さん、楽しみにしててください。いや、あなたに半分以上持ってるもの。いや、いらない。寝たらそこに押し付けるから。いらない。うまいさん、笑って笑ってるし。市川さん、停電したんだ、自分家で。
へえ、停電したんだ。なんか見たいな、その停電してどうなったのか。確かに見たいですね。なんか映っちゃったとか、なんか音がしたとか、なんかありました。そう、ヤマトさん10体持ち帰り。いらないし、10体。原因はそれね。確かに。伊藤君さ、はい。そうそう、仮想像のさ、見たことあるんだね。仮想像のさ、あの坂のとこにさ、なんか黒い影が俺のとこ映ってんだよ。マジ？オレンジ色のとこ、黒い影が真ん中にいるんだもん。ヒミさん映ってません？俺も映してますけど。え？なんか黒い影立ってません？え、ちょっと待って。道路の真ん中。道路の真ん中ですか？ちょっと押せませんね。マジ？え、わかんないですけど。え？俺のとこ真ん中に黒いのいるんだから。え？いる？みんな。え、どうですか？います？ちょっとライトつく。あの、真ん中の方の、あの、オレンジ色のさ、あの、スロープのとこ。えぇ、ー、あそこですか。真ん中になんか立ってね、黒いの立ってます。俺のとこ映ってんだけど。ちょっと待ってよ、これで、あ、ズーム機能ある。立ってるって立ってますよね。チカちゃんが立ってる。立ってます。うん、チカちゃんやばいって書いてある。え、俺ズームしても、え、ね、場所ね、ここ。え？この辺、ここ、俺の指差しのところ。え？この上じゃないですよね。上の、あれだよな。あれ、火葬場なんだけど。火葬場の入り口の方。火葬場の入り口の方、立ってます。あ、キューちゃんがあーっと食い始めた。ズームしたん。なんか動いてるって、テンさんが。え？何これ？ここであれかよ、いきなり死んで始めた。人だって。え、マジ？あれかな、ズームしすぎなのかな。ズームしすぎて見えることないと思うよ。頭か何か動いてるっすよ。黒いの映ってるもん、間違いない。え、俺の映ってないんだよな。なんでだろう。ちょっと来て、俺の後ろ回ってみ。え、なんだろう、ちょっとすいませんね。これもまた後で説明しますよ、了解。え、ほら、来るのいるじゃん。え、なんかいますね。え、見えるでしょ。なんで俺の映んないの。俺のとこだけ映ってる。おかしくね。みんなの映ってません。なんとなく、なんか、あのね、まゆみさんね、一番右側に車がいるでしょ。あの上の方見て、上の方オレンジ色の電気ついて、黒い影がある。え、俺映ってんの。ゆうさんとこ映ってます。変だ。挨拶しに行きましょう。え、やだよ。怖いよ。何？何？ブレーキ音。なんかあれ。チャレンジ？わからないですよね。なんだろう。ちょっと行ってみますか。いや違う、そのそばまでです。そばまでってか、あの坂のらへんの方までです。いや、登らないで。え、これ何、坂の方に犬来るんですか。え、映ってなくない。え、マジ。いや、だって今これ現に見に行くとそんなんないもん。近場に行きます。あ、多分人だったっぽいっすよ、やっぱり。影だよ、人影だよ。だってここまで来るって、だってあんな物体を置いてないもん。確かに。なんだろう。いや、リアルの人じゃないな。もう今、もう現時点いないもん。俺の後ろ回ってもらって。ほら、
動いた、来るのありますよ、ほんとだ。え、自分のとこないよな。だってあ、動いた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 、びっくりした。え、街灯も多いっすよね。え、だってこっち見てください。だってなくないですか。なんで俺のとこ映ってるか。ゆうさん動いてるってみんな言ってる。映ってないじゃないですか、なんか。うん、笛の音ピーとは言ったり、笛の音かどうかは分からないけど、ピーとは言った。あのね、はい、このね、映してるね、このね、はい、この真ん中あたりいるの。なんだろう、なんで俺とこ映んないんだろう。なんか海に来てごらんって、だから俺のとこ。俺の後ろ回ってくる、後ろ回ってくるなんて、後ろ真後ろ、俺の右、右が来てみる、右側の方が分かりやすい。右、右、それで左でしょ。あ、すいませんね。うん、どうぞ。ほら、なんで山さんとこだけ映ってんの。俺とこ映ってないんだよな。みんな映んないかな、それでこっちやって。映んないよな、これだって映ってねえわ。映ってないんですよ、俺とこ。間違い探しになってきて、そう、なんか間違い探しでもあそこ行ったらまずいもんな、だって犬吠えちゃうし。いや、犬吠えちゃう、なんかね、真ん中あたり、ここのさ、坂あるじゃん。映ってないんだよな、俺とこには。ね、なんか黒いなんか物体みたいな見えない。あ、動いた動いた動いた。なんで俺とこ映んないんだろう。え、なになにこれ、黒い物体みたいな、なんかたまに動くんだけど。やば、そこがあのね、え、お祓い。え、なになに、俺自身お祓いってこと。どっち、なん、どうなんだろう。怖いんだけど。映ってねえもんな、俺とこ。鳥肌が止まんないんだけど。びっくりした。うん、動かないんですよ。ん、あれ、山さんとか映ってるんですけど、俺とことか映ってないんですよ。なんで？この黒いの動くんだよね。なんでだろう。たまに大きくなるんだよね。なんか向かっていくんじゃないかという、なんか変な恐怖を感じるんだよね。どこの映ってねえな。映ってないんですよ。動いてて、あ、マジでスクショしづらい。どうすればいいかな。映ってないんですよ、これ。ズーム、多少ズームしてるのに。なんか、すげえピント合わせようとしてる。なんでだろう。あ、動いてる、動いてる、やっぱり。動いてる、揺れてる、揺れてる、頭揺れてる。なんか揺れてんだけど。ここ。あ、はいはい、なんか揺れてますよね。なんで？こっちで見てもダメかな、ちょっと待ってよ。また一つ増えた。頭揺れてる。違うか、これ。ちょっと待ってよ。こっちでやってもダメかな。めっちゃ頭揺れてるぞ。肉眼で分かんないんだけど。すっげー動いてる。なになにこれ。ダメだ、ピントが合わせられない、これ。あ、めっちゃ揺れてるよ。ほんとね、ちょっと場所教えようか。ちょっと指で刺した方がいいな。ダメだな、これ。動いてるよ、これ。ここ見て、ここ。ちょっとすいませんね。やっぱ車来る、引かれる。あ、やばい、引かれる。ちょうどこの辺。なんか動いてるの？ちょうどね、この辺。ここ。ちょっと文字があるから、ちょっと左寄せじゃない、右寄せにするけど。ダメだ、ピントが合わない。サシさん、おはよう。え、ピントが合わない。え、なんで。そうちょっとすいませんね。動いてるよな、これ。ちょっとピント合わせるためにちょっとこっち向けますけど。またあれ、U ターンしてくるんですよ。え、なんだろう、俺ピントが合わない。あ、了解了解了解だよ。今車が1台 U ターンしてくるっぽい。ユウさん待ってて、人いる。何か映しちゃった。え、人いる。え、人いる。人いるってどういうこと。どういうこと。
なんか車を落ちたから多分こっちとまた話しかけてくると思う。マジですか。うん、じゃなきゃだって U ターンしてこない。警察かな。違う、警察じゃない。ない、普通のやつだ。どんなやつだか分かんないけど。ピンボケさん。ピンボケさん。ピンボケしたね。動いてる。なんだろう。でもなんかここになんか影みたいなやつか。うわっ、マジか。なんか映ってる。あ、本当。あ、だからこれだよ、これだよ。これには映ったんですよ。うん。やべえ。これちょっと、あ、見せらんないな。ちょっと。ちょっと外せ、外すとちょっと見せんもんな。いや、リアル人じゃなさそうだねこれ。これね、ちょっとリアルじゃないですね。見た感じ。違うね。ちょっとこれはちょ、あれ、これよかったらね、あのツイッターに、まあ朝ぐらいにあの貼っとくんで、貼っとくっていうかツイートしておくんで、よかったら見てください。この黒いのが動くんだよね。左、あ、街灯のところ、街灯、左の街灯、あの画面でいうこの辺、真ん中ら辺。はい、これって今何撮ってる？え、これ心霊スポット、火葬場。ここにやっぱりなんか撮ってて、お化けとか。いやー、もうただの検証みたいな。検証、あ、うん、もうその 動いてるか動いてないかとか。あ、やっぱ本当にここでよく撮れた。まあ目撃者一回見たことはある。車で来た方がね、声かけに来た。違う、あっちのね、トンネルの脇に、あの、ダメだこれ、動画で撮ろうとするとピントが一切合いません。トンネル、なんで？これでこうやってピントを戻そうとして、こうやってやるんですけど、ピントが全然合わないです。揺れちゃいますね。なんで？ちょっと待ってください。これはあのもう、ありがとうございます、すけさん、ありがとうございます。すいません。ダメだ。ダメ？見てくださいこれ。ピントがちょっと多少ズームしたくらいでピントが全然合わないですよ。あれ、ピント合わないの？さっき写真撮った時ピント合ったのに、やっぱ動画だったんですよ。一番いいのは、あれ怖いって、あのね、ダメだ、やっぱ映すなってことなのかな、トンネルのかもしれん。ダメだ。あ、今あれ、ゆうさんがあの鳥がかかった人にちょっとあのここの情報を教えてます。どういうことこれ。その、もうこっから多分15分ぐらい。え、これ生配信？生配信ですよ。あ、わかりました。でもやっぱり写真だと映るんですよ。やっぱ映るよね。ちょっとこの写真ちょっと見せて、ちょっと写真見せて。写真だと映るよ、こうやって。ほらほら、映るんですよ。ちょっと動かさないでね。こういうふうに映るんですよ、皆さん。見えてますよ、これ。見えてますかね。こんな感じです。こんな感じで撮れてます。これやっぱ写真だと何回撮っても映るんですよ。はい、青いの？え？青いの？うん？どこに青いのあります？なんかあれだよな、不思議だよな。こっちではさ、映ってないのになんか、近影さん見てるとこ違うんじゃねえかな、青いのなんて。うん、そうなんですよ、姫さん。あぶね。あ、そうか、どこだかわからない。ちょっと今指さす、指さす。今指さす。ちょっと待って。あのね、あ、見えねえか、これじゃ。ちょっと電気つけるわ。ちょっと待って。今説明する。なんで撮る、あれ映るんだろう、これには。あのね、あれ、どこだっけ、見えねえ。やっぱみんな来んだね、有名だから。あー、確かに。ゆうさん送った？うん、あの、ね、前もあれだったもん、あの俺とレンが中継してたら話しかけられて、この辺心霊スポットありますかみたいな。あ、そう立ってんのよね、たまに動くのよ。やばいな、突然見つけて。うん、ちょっと今ね、近くまで来てみたんだけど、たまに動くのよね。
帰り自宅をしようというのに。ん？そう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 。それがたまに動くのよ。あ、すいません、ちょっと。たまに動くのよ。え、ヤマトさんのもユウさんに。あ、ありがとうございます。すいません。キュートさん、すいません。キュートさん、大丈夫、大将。見に来る人多いんだね。うん。え、何ですか？俺とこですか？え、光ったぞ今。マジで？なんか今赤っぽいのがなんかチカッと光ってきましたけど、気のせい。なんか光りました今。なんかちょっと今度ブレブレですけど。本当だったらそこの上がるとこ教えてあげたかったわけさ。ああ。説明の仕方が難しいよね。トンネルの横しか言えないもんね。です、ね。ああ、うん。なんだろうこれ。ただあんだけの水入れ怖くねえじゃないのか。怖くないと思いますよ。黒い影右から左に。山さんだか。多分もう5、6人乗ってて、さっきなんてね、なんか大きくなったんだよね、瞬間的に。ん？ああ、車で来た人結構多かったですよ。うん、多分あの忍者って全然怖くないと思いますよ。まあ、全然ではないか。多少怖いか。うん、あの、すげえ、あの、声とかは。なんだろうね。わかんないですね。なんか高い音？声？え？またピンボキし始めた。女の声がした？マジ？いや俺聞こえてないな。かえってあの皆さんあのイヤホンかなんかしてる方が聞こえるかもしれないですよ。あー確かに。またピンボキしちゃってもじゃあいびきしてないよ誰も。えマジって言った人いびきが聞こえた。いやいびきしてないですよ。ここでいびきしたら寝てるじゃないですか誰かしら。なんか叫んでなかったわって誰も叫んでないよ。なんか聞こえました。高い音、高い声のような。ん？イヤホン、姫さん今イヤホンしてるんですか？あらスピーカー。ちかげさんあれだったの、スピーカーだったのね。イヤホンでちょっと。試し行ってみるか。ああ了解。でも行ってみてよな。いやー行かねえ方がいいんじゃねえ。大丈夫？犬来られたらやばいぜ。でも。じゃ行く？姫ちょっと。ちょっとやめた方がいいかも。ちょっとライトはちょっとあれじゃないですか。あ、でも音がバレて、音で耳敏感ですもんね。ちょっと下向きっすね、看板あるから。あ、やべ。俺前引っ掛けてるやつ。近寄るだけで見抜きせる。うわ、え、ここですか？そう、いや、出てこない、出てこない。ああ、びっくりした。いや、そこ、柵があるから。黒い影？そう、黒い影。でも下開いてるんだよな、そこ。ああ、なんか怖いな、逆に見抜きそうで。出てこねえだろうな。やめて。いや、ものすごいでかいんで、多分出れないと思いますよ。あ、そんなでかいんですか？すごいでかい。うわ。でもなんか逆にそれ見てみたいな。なんかね、まあ、秋田県もちょっとさらに大きくなる。逆になんかこの辺でやめといた方がいいんですか。影ないよ。影ないっすよ。影ないよ。影ない。何これ。え？なんで？影ないんですけど。影ないじゃん。え？どういうこと？なんか具合でそう見えるとかじゃないですよね。いやだってもう影ができるようなものもないしね。ないですね。だって。マジか。なんで？おかしいですね、なんか。あんまり行き過ぎると吠えられちゃいますもんね。いや、あのね、すげえ遠くから走ってくる。あ、そうなんですか。あのね、もう上の方にいる犬が。多分、不法侵入で入るやつを噛み、噛ませようとして話してるんだと思うんだけど。でも逆に、ってみて下からここガードレールの左に男立ってる。マジ？音立ってます？怖くねえ。あ、これズームしたままだったわ。すいません、ズームしたままでした。ここに一人か二人残って下から見てみるのはって言われちゃって。え、どうしました？あれ？え？え？え？お、なんかすげえパチパチ鳴ってんの。何？え？犬？あ、ここなんか 犬が結構大きい犬がそうあるみたいですよ。走ってきたみたいですよ。しかもそんなでかい犬に噛まれたしやばいって。大量出血。ああ、あの場所分かっても言わないようにお願いしますね。うん、言わないでくださいね。スクショ見て映ってる。マジで。マジか。今スクショ撮って映ってるんじゃ間違いないと思うけどな。見てみてください。
立ってるね。自分これ撮ったんですけど立ってないじゃない。これでしょ。要は暗くなっちゃった。そういうことなんですね。こう立ってるでしょ。今度見させてくださいよ、もしよかったら。でも特になんかちょこっとっても何も映ってないです。今度こちらも配信見に行きますので。あんまり映ってないよね。どれ？この角っこ撮ったんですけど、男の人が立ってるっていう。うん。ちょっと映ってないですね。なんか別に。おお、おかしいね。あ、岩さんから来たなんか。うん、今見てみた。まあ、そうですね。場所バレ怖いですからね。なるたけ、ね、言わないようにしてるんで。霊感強い人はいますよ。あれ。あれ山さんのとこかな今。バチバチ言ってんじゃん。あれ？なんでズームができないの？飛行機だ。え、なんかまたあれだな。あ、テンさん今度見せるね。うわ気持ち悪い。え、どうした？え、気持ち悪い。マジか。見てください。気持ち悪い。うわ、すげえ歯出てる。え？どうしました？これ違う？これじゃね？いやそれだと思いますよ。俺もさっきこれで映っちゃいましたもん。これだ、これ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 。あ、多分あれだ。キューちゃんが見えてんのこの子映ってんだ。気持ち悪い。大君の方で今映ってるよ。これ映ってますよこれ。ほら。こっちにも映ってますよ。生配信で映ってるよ。ほら。生配信で映ってるよ。こう映ってます。これ気持ち悪い。あのね。そう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 。左側にいる。左側、左側。左側。柵のね、左角の上っつうの？ですね。ちょうど俺これ画面で真ん中あたりだけど、リアルタイムで映ってるわ。気持ち悪い。あ、了解です了解です。やべ、闇猫さんだったんですね。了解です。しかもこれ顔じゃないですか。だってまあまあ顔だね。これ顔じゃないですか。もう完全に闇猫さん。闇猫さん、やば。ちょっと待って、これ指当て難しいな。この辺指当ててる。この辺やば。もうこれ完全にやれたぞ。顔がやべえよこれ。そう、横散らしてる。そうそう、わかりますかね顔。これ結構ズームしてあれなんですけど、やばいってこれ。近づくとなんか犬来そうだから。そう、ちょっとこれ以上近づけないんですよ。あ、褒められても困っちゃうし。背中乗れそうなぐらいでっけえ犬。うわやべえ。ちょっと下がります。下がりますか。いつまでもいるのもちょっとやばいだろうし、さすがにちょっと犬が這いつきても。でもやばい、完全に映ったもんなこれに。顔がやばい。やばいって。やばい。何もわからない、マジで。いや、リアル人じゃないね。人じゃないです、あれはさすがに。いや、ま、今なんかね、最初わかんなかったんだけど、なんかスクショをね、なんか送られてきて、それ見せてもらったら、なんか映り込んでて、映り込んでて、しかもこれズームしたら目、なんか顔がすげー映ってましたよ。うん、ちょっとね、スクショを見た方がいいかもしれない。ちょっと、え、立って見ている。立って見ている。柵の入り口みたいなやつかな。あー、でもそんな可能性もあるな。でもあー、どうなんだろう、微妙ですけど。やばいっすねここ。顔なんてね、そのスクショね、大工が持ってる。声だか音は聞こえたな。あー、なるほど。やべえな、スクショね、大工が持ってんのよ。なあれ、スクショですか。うん、やばいよね。いや、それ俺が見せればいいのか、このままカメラで。まあ、これ山さんも見れるんですけど、どれだっけ、ツイッターか、これだっけ、違うか、あれこれか、これ。これ当てていい。はい。これはこれはっきり出すぎじゃね？気持ち悪いんですよこれ。え、どれ？見えた。これ何の音？何の音今の？ガシャンつったよ。
こんなのがあの門のところにいるんだよ。気持ち悪い。これはなぜ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 、なんかユーザーの見るとなんかすごいあれなんですけど、リアルなんだけど、門のところにこんなのがいるの。なんか今なんかガシャンとか音しましたよね。あれが神社さんだろ。小さい。あ、ええー、よ、なんか。あ、小さくて 見づらかった。ああ。やばいな、ここ。思った以上にやばかったな。やばいっすね。あそこに俺が座ってなかったら気がつかなかったかもしれないな。確かに。いや、小さくて見えなかったか。ああ。あのね、田中新聞屋さんだね。うん。あ、それか。うん。びっくりした。ごめんごめん。でもがっつり見えるの、うん、顔みたいな、そう。やばすぎますね。ちょっと関係ないの貼っていい？あ、見えない。あ、見えなかったですか。あ、見えないのか。失礼失礼。なんでだろう。とりあえず戻りましょうか。ですね。あ、結構安いな、俺の、俺のあれは。なんか坂だったね。あ、こんな、あ、こんな感じですね、なんか。気になったとこ丸つけて DM 送りました。あ、ありがとうございます。すいません、本当に、闇猫さん。ありがとうございます。なんか音しませんでした、さっき。うん、ちょっと言ったね。パキッてなんか音しなかった。しましたよね。ヤマトさんのそういうとこ好き。よかったですね。ありがとうございます。すいません。テレテレ。あ、自分のこんな感じなんだ、配信。え？自分の配信こんな感じで、綺麗だな、でも画質がすげえ。あ、自分の配信見てんの？自分の配信どんな感じかーってやったら結構綺麗。それもありだな。これ自分の配信なんですけど、これすごい綺麗ですよ。うん、本当やっぱり YouTube だけあってやっぱ結構ごめんごめん、うん、座って戻す、そうそう。ごめん、変なの出しちゃったね。もうちょっとこれな、来週遠くへ飛べばいいんだけどな。来週ここ行きますんで、うん、これが一番あれだもんな、遠いもん。来週ここで中継しますんで。今回今度はゆうさん一人一人ですか、うん、いや、あの違う場所。ああ、違う場所か。背中痛い、ちょっと落ちるね。スクショしたら吐き気してきたよ。いい。あららら、いや、もう落ちていいよ。そろそろうちらもあれだからさ、もう引き上げるからさ。うん。うん、このまま寝た方がいいよ。ヤマトさん、確認して戻ったらあのスクショ、了解。でも犬はなんとか来ませんね。うん。いや、でもわかんないよ。首が疲れるからね、今日。ああ、確かに。かあれだな、これ会長と電池変えないとないな。あれだな、もうとりあえず、うん、給料もらったらとりあえず1865で電池変えないとダメだから。電池は多分予備で2、3セット欲しいね。あ、ですね、うん、あと多分1セット、ガードレール、あと1個買って、ガードレール、はいはい、それでちょっと様子見ですね。はい、うん、こんな感じでよろしいでしょうか。俺今のところ1セットずっとやってんけど。すごい、ゆうさんすごい。なんか映ってます？ガードレール映してって言われたんだけど。で、あと10、あ、さっきからガードレールって言われてるんで、なんか男が立ってるらしいです。どっちのガードレールですか？この横ですか？こうじゃないですか？こっちじゃないですか？こっち。あ、そっちにもあんのか。そっち車があるんですよ。え？え？吐き気？時間の下で。え？どうしたんですか？姫さん。なんか気になる？時間の下？え？時間の下ってことは、え？左？どうしたんですか？なんか18650って言ったじゃん。ああ、それを、やばいよ、なんかキューちゃんが、すごい音したよ。キューちゃんがイチャイチャって聞こえてやばいじゃないですか。イチャイチャはやばい。なんだろう、姫さん、吐き気、吐き気って。え？え、どうしました？なんか今ガサってたけど。でも、これ向こうのからなんかガチャガチャみたいなすごい音しませんでしょ。
車がトラックじゃねえの。おお。ガードレール？左のガードレール。電池変えよう。これだ。映したか。ちょっとすいませんね。ちょっと下置かしてください。なんかちょっと電池変えます。おお、何何何？左のガードレール何が映ってるんですか。電池だけ貸させてください。なんかもう電池がないんで。なんか俺どっか読み落としてる。え？話が繋がらないんだけど。え？ああ、ケンさん、ああ、すいません、はい、よろしくお願いします。ちょっとすいませんね。ところ来ました。ちょっと電池交換をさせてください。すいません、ちょっと読み遅れちゃいました。すいません。左のガードレール映した時です。え、なんかやっぱり映りました。え、なんだろう。ねえ、すいません。え、どうしたんですか。いや、このガードレールはね、はい、なんか映した時になんか映ったんだって。なんだろう。何でしょう、一体。なんか怖いんだけど。大君、電池交換ばっかするって言って。いやー、これ結構マックスでつけてるんですよ。電池がすぐ上がっちゃうんですよ。何は？マックスだと。電池交換完了いたしました。え、嘘？マックス。どうしました？ガードレールの向こう側にスーツ着た男がいたんだって。あ、かやば、明るいですよ。マックス。本当に？あ、吐き消したって、あ、誰、あ、吐き消したって誰かって、なあれか、あれか、あれ岩さんだと思いますよ。うん、そうそうそう、多分そうかもしれない、うん、だから多分もう多分落ちたまんまになると思う。ああ、でもまあまあ別にね、もうあれか、うん、我々もだってもう終わりだからさ。ですね。そうそう、やばいな、これ明るい。やべえ、さっきのライカチェーンと比べてこれマックスやっぱ電池なかったなって分かりますね。うん、うん、そうなんですよ、姫さん、なんだろう。うん、ジュリさん大丈夫だと思うよ。うん、いつも具合悪くなっちゃうからさ、やっぱり。結構霊感がつ、あれ、岩さん強いんで。うん。あ、岩さん。まあ、うちにいてもそうだからね。な、え、なんか。もう少し上のとこ映してるときに、反対側のとこの木かな、顔っぽいのが。いい。あ、そう言われてみれば、なんかどっかにあった。これじゃね？これじゃね？違うかな？あの、闇猫さん、この真ん中あたりにあるの、文字が入っちゃったら見えねえな、これじゃない、違う、このオレンジ色に映ってんの。あ、そっかって、姫さん言い方変えましたね。違うかな、トンネルの看板じゃないですか。あれ、トンネルの看板ですよ。トンネルの看板のとこなんか俺映してないよ。え、映してないよ、これトンネルの手前映してんだよ、これオレンジじゃなくて、どこ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 、え、どこんどこ、あれ、あ、どこ間違ってんだろう。そう言われると気になるんだけど、もう氷落ちた、俺の。え、嘘でしょ、マジか、充電しながらってもう落ちたんですか。オレンジもそうかもです。マジで、これ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 、ほらほら、伊藤くん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 、うん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 、なんか映ってんだけど、なんか映ってんだけど、ここに、ほらほら、伊藤くん、ほらほら、やばいよ、これ。なんか映ってますよ。なんだろう、これ。ちょっと待ってくださいね、今指さすの。って本当に映ってるんですよ、なんか。え、あのね、これ顔やば、え、ここ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 、これ顔、ここ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 見ました、これ。オレンジのずっとトンネルの看板、オレンジ、ん、オレンジのずっとトンネルの看板かと。これなんか顔見じゃないですか。オレンジの看板、ゆうさん、これ顔じゃないですか。オレンジの看板、看板、ん、どこだ、これな、これオレンジの、ここがなんか完全に変わっちゃないですか。え、なんだこれ、ビデオ、オレンジ色してるトンネル入り口のところかな、それが看板に見えたところなのかな。顔だとしたらこっち見てますね。うん、そう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 、うん、え、どうしたの、顔はっきりつってます。ゲッ、なに、そっちのがすごいじゃん。これ顔じゃない、これ完全に、ちょっと今映しますね、ちょっと今映しますね、ちょっと、ここそう、あれわかんないですかね、顔がこのオレンジ色の方、このさっきのオレンジ色です。これ見えます？完全に顔が、ちょっとこれが
これがちょっと、ああこれか、これがちょっと一緒、あやべ、ああダメだ、これが完全に、ほら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 見てみて、完全に顔映ってんの、ほらほら皆さん見えます、マイさん顔に見えるでしょ、ほらほら、これ完全に顔ですよ、完全に顔よ、やば、やばいよこれ、これ完全に顔ですよ、顔顔、天才顔顔、そううわって、見えるでしょ、これ顔ですよ、見えるでしょ今の、やばいって、俺言った通りになったじゃん、はっきり見えたね今伊藤君ので、ですね、うん、俺も言われなきゃ全然わかんなかった、これ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 、しかもこれ下の方、下の方も顔じゃね、もうちょい左にずらすの、え、もうちょい左、やば、怖、この辺、山さんこれ怪人と食ったらすっげえ怖いんですけど、やめて怖いからさ、ゆうさん見てください、これ怪人と消すとすっげえ怖いんですけど、なんだろうこれ、した分アップ画面、あ画像は顔です、ああやっぱりそうなんだ、そう姫さん、うわーって顔なんですよ、やべえな、そうそうライトつけてて、うん了解了解、またピンボケする、さっきのもこれ、じゃあこれで撮っても撮れるかな、おかしき、おかしきものがあった、うん、やっぱ緑っぽいしってるよ、とこたくさんかな、マジで、うーわこれ撮っても撮れるわ、どここれ、これ、これで映ってる顔です、いや怖すぎんだけどそれ、あーちょっとブレた、なんだろうこれ正体、これってなんだ、そうそうそう YouTube だと画質いいのよ、そうそうそう、もうこれ、そうそうゼルさんマジか映っちゃったかって、うん、そう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 、これ今撮ったやつなんですけど、これ完全に顔ですよ、 YouTube だと画質いいんですよ、もうちょっと近づけてみよう、これはやばい、もう残る、え、ないから悪い人ってマジそんなもんな、やばかもしれないですね、山さんこれ完全に取れましたよ、うわやめて、その上のやつ、そのもう一つあるじゃん、二つあるじゃん、ここですか、うん、あー確かに二つあるじゃん、やば、それってどこ、二つもあるよ、あった、映りません、でもちゃんとあったあった、何になるのこれ、ここ2つ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 違います、今これで今騒いで、あれこれどうなったの、これこことここね、この2つ上下3点あるから、何だろうこれ、あれ3点ってこれ右側、これ違うのかな、うん、あーって何だろうこれ、この2つ何でしょう、ね、闇猫さんありますよねこれね、近さんもありますよねこれね、もう完全に映っちゃいますもんね。ね、ゼルさんもあるでしょこれ。ゼルさんもあるでしょこれ。間違いないでしょ、この指のやつ。ここ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 。こことここ。こことここ。一体何でしょうこれは。え、顔の下に、下のところに街灯ある？街灯？あ、どうも。街灯？変わったね。顔の下？顔の下？顔の下っていうの、これ上じゃね？多分上だと思うけど。え、左柵のところ男の人いるよ、みんな言ってんだよ、それだそれを、左柵さっきからもう何人も言ってるよ、どこだろう、ね、誰か来てね、なんか落としてますよね、結構なんか足音してるよね、さっきからしてます、ね、なんかこっち向かってきてね、誰か、なんか一瞬嫌な予感したんだけど、なんか声がすごい聞こえてるとか、うん、見える、マジか、オレンジの顔のすぐ右？トンネル側かな？何かあります？何だろう？何かあります？いや、ないな。やばいな。こんばんは。それは街灯の光の反射か何かじゃ、足がないよ。ないでしょうか？マジ？どうなんだろう。足がない？足、あれ、左柵のところ男の人いるよって言って、うん、姫さんが足、あれ、足がないよって。足がない？その男の人が。どこだろう、どこ、よかったらなんかスクショとかしていただけるとありがたいです、どこんどこ、なんか気になるんだけど、気になるな、
さっき下にいた時トンネルのとこ街灯白いやつあった気がしたんだけどな。あ、 YouTube でもそのあれできますよ。あれ一応この Android だったらなんだろう、この音量ボタンと電源ボタンを音量のプラあれ上げる方と下げる方と電源ボタンをあれ、あでもどうなんだろう、Android によって、Android だったら Android によってあれなんですよ。その俺の場合だったらその音量下げる方と電源ボタンを同時に押せばスクショできるんですよ。左下？たそわ？あれ姫さんが iPhone だったらわかんないんですけど。これですかね。この止まれのすぐ左ってことはこれ？なんか看板があるかもしれない。看板ありますよ。確認？確認してみる？行ってみます？行ってみる感じだ。まあ、行きますか。また下に。また下に。と確認しに。いなくたらもう。あ、Google のスマホは多分俺が言った通りやれば多分できるんじゃないですかってか。あれかもうせいか。まあ、とりあえず、まあ、自分であのこのアーカイブを確認して、あれ。あ、あれアーカイブ確認してってか俺わかんないもんな。意味ねえもんな、それじゃ。来ないよね。大丈夫だよね。やめて犬は。逃げるしかなくなっちゃうよ。ですね。え、でもこっちまで来ないから一応逃げれるじゃないですか。ここ飛び降りるよ。行かねえからね。怪我するから、ね。いや、あれ、こっちまで来るんですか、だって犬。いや、来ないけど、その柵のところまで来るらしいよ。あー。ただ問題、犬がしゃあれ、あれですもんね、来ると。この白線より行かない方がいいんじゃないですか。あー、確かに。本当にいるの、ここ。なんか犬いるように見えないんだけど。あー、ですよね。闇猫さんね。ん？あ、違うか。ってことは顔映ってたところだったら、その辺だよ。この辺ですよね。この辺だよな、だって。こっちが氷落ちちゃった。気をつけてくださいって、ありがとうございます。ズッキーさん、すいません。こっち来たら顔映んない。なんで？今日はヘッドライトが活躍するな。ですね、山田さん。こっち来たら顔が映んないです。映んない？そう、こっち来たら顔が映んなくなっちゃいましたよ。え、なんで？これにだってはな、だって。だってこの外、このあれがあるから、ここら辺だはずなんだけど映らないですよ。なんでだろう。白い柵の棒のあたり？もしで棒のあたりか、ここら辺ですか？僕の知ってるトンネルであるのでしたら、誰かついてくる気配。ここ数人の会話が聞こえます。ええー、マジで。ああ、福山さんどうもです。こんばんはです。こんばんはってかもうおはようございますか。まだこんばんはか、ね、多分それ闇猫さん当たってると思うよ。え、何がですか、うん、もしもうちょい、ね、んもうちょい後ろに下がってみて、あ、わかりました。この辺ですかね。こんぐらいですかね。え、何今の鈴、あれなんか風鈴みたいな音しましたよ。はい、なんかチリみたいな、なんかこっちの方からフリ、あれなんかチリみたいな感じ聞こえたんですよ。なんだろう、木があるところ、木があるところ、あ、これか。今もいます。山さんとか下行ったんでちょっと下行きますね。まあちょっと、あ、見えない、お、見えないですよね。なんか不思議ですね。
なんだろう。あ、山さんか。カチャカチャ、なんかカチカチみたいな。あの、カチャカチャ、あ、カチカチか。その音。なんかこの公衆電話もなんか出そうな気もしますよね。なんかこの公衆電話も出そうな気しません、ね、なんか心霊スポットの近くなですから。え、大丈夫か、消しちゃって。ちょっと離れちゃったけど、こんな感じ。ここもなんか出そうですよね、なんか。こんな感じなんですよ、ね。あ、見れなかった。ガードレールのところね。あ、暑いな。やっぱりダメか。外装じゃなくて、反射か。ああ、そういうことか。だからここは結構有名だからね。みんなさっき話しかけられたけど、やっぱみんな来るんですよ。結構来ますね、なんか、うん、もう。あ、ごめんなさい、俺ここ、やべ、来る3人に話しかけられる。この反射のところ、出るんですか。こういうのあって、車通ったら消えてた。え、何、ダメやっぱり。あ、だから無理しなくていいよ、もう寝ちゃっていいからさ。後でちょっと、結構検証しようか。うん、あと手伝ってもらおうかな。うん、光さん、そうだよね、寝てもらった方がいいよ。俺帰ったらちょっと今日検証、手伝ってもらおう。検証大会だよ。検証大会、検証大会、みんな言ってるよ。あ、俺来ちゃった、来ちゃった、そこしてやっべ、ちょっとごめんなさい、だから山田さん、山田さん、その子も小声で言われてますと結構笑っちゃうんですよ。介護なんその時はダッシュ。あ、そういうことです。え、でも山本さんの小声、そう山本さんの小声、山本さん小声で話すと結構笑え、笑える。そう、二人で一緒にしてもらえちゃう。ちょうどいい、あ、本当にいい。でもこれ寝起き、寝起きドッキリでもやろうかな。おはようございます。やばいっすね。じゃあ今度配信はこんな感じでやりますから、こそこそ。皆さんこんばんは。朝日さん起きてたの。押し潰すの大変なんだよ、しかし、正直に。で、こんだけジャッジ60電池有名してないと、まだこんだけ電池ありますよ。何近いじゃない。全然旅館にみんなで。これ山本さんからもらってたんですけど、これ。
8000円ぐらいなのかな、結構まいちゃんがたドンキで1万の買ったけど、なかなか早かった、結構あれさ、結構あれだな、いいな、やばいな、なんかこう自分を映すってなんか変な感じです。だ前はこうやってなんか結構あれなんかこうあれなんだよ、本当は顔出ししてる方のがあれで、そのうちやっぱ人も増えてくる。ああ、結構あれなんです。前はこうやってなんか顔出しながら結構喋ってたんですよ。うん。顔なんか何も映してないよりは顔出してる方が結構見る方もさ。新聞配達の人が通る時間帯に、ああ確かにそうですね、姫さん。徐々にね、秋田さんね。山さんタバコ吸いタイム。我慢の限界だった。これね、なんかちょっとわかんない。そうそうそう、いきなり焼いてわーって踊るじゃん。モニタリングつまらん。集まらないですか。つまんねえじゃん。これね、隅が水日なんで。今あの今日使った会社にするとこういうあれなんですよ。会社となんですよ。タッグジャパンですね。こういう。なんだこれ1万いくらとかね、1万2000ルーメンぐらいだったんですよ。なんです。うん。まあ。眩しい。その2つやらせて、あ、そうなんだ、例の下でタバコ吸ってみて。え、姫さんがあれ、例、あれ、例の下でタバコ吸ってみてって言ってました。例の下、例の下だから、特に例の下だから、まあなんだろう、例がいい、例がいる、つまんでるって言っちゃったよ、下ってな。ん、高いねって、いやこれ1万、これ、あ、12000ルーメンなんですよ。でも実際これ値段は3-4000円ぐらいですかね、確か値段が。気づいた、朝日さん。結構でもこれであれなんですよ、ちょっと、あれ見せやばい、スカは臭い、スカは臭い。そうで、こうやると、で今こうじゃないですか、でもこんだ、これマックスなんですよ、こんだけ明るいんですよ。で、これが、まあ、ごく普通の、まあ、これ2段階しか変えられないですよ、こんな感じなんですよ。3時15分ですよ。帰んなきゃやばくない、やばいっすよ、そろそろ。いや、あれですね、やばいよ、もう帰り、高速移動で帰れねえぞ。例の近くって打ったつもりが、ああ、そういうことか。あれ、例の近くで、あれか、タバコ吸ってくださいってことか。ああ、なるほどね。あ、そういうことか。もうそろそろ撤収しないとまずいかもしれない。ですね。皆さん、そろそろ撤収いたしますね。じゃあ、そろそろ撤収するので、我々も早く帰らないと。配信を、あれ、切りたいと思います。で、あの、まあ、宣伝的なこと言うと、あの、11日か、13日ぐらいにあれソロで心霊配信するんで、よかったらね、見に来てください。あの、まあ見に来てくださいとか遊びに来てください。でコメントもどしどしください。でもしかしたら多分その時はツイキャスやるかもしれないですけど、まあうん、まあ、その時はまあツイッターフォローしてくれればね、フォローリクエスト許可するんで、よかったらね、あれツイッターとか登録よろしくお願いします。まあその登録、まあそのツイッターとかの、なんだろう、ツイキャス配信したらそのツイッターにお知らせするんで、まあよかったらね、そうツイッター、うん、よかったらね登録お願いいたします。じゃあ、姫さんお疲れ様です、ありがとうございます。甘井さんもお疲れ様です、ありがとうございます。じゃあ、ではではね、配信を切らせていただきます。じゃあ11日か13日お願いいたします。
じゃあではでは皆さんお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさいです。